はい、皆さんこんにちは。レクセン講師弁理士の馬場です。今日は2021年度の弁理士試験合格者対談ということで、私のクラスの一発合格者の方に来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、いくつかね質問していきたいと思うんですけど、早速ですけれども、まず一つ目、じゃじゃん、いろいろな資格がある中で弁理士を目指そうと思ったきっかけをお聞かせくださいというところで、はい、これなんで弁理士を目指そうと、思ったんですかね。直接的なきっかけとしては、人に勧められたからっていうところでして、私今メーカーでホームの仕事をしています、はい、で前に広報の仕事をしていたことがあって、あ、はい、その時に、知り合った広報関係の方から、弁理士いいんじゃないっていうふうに強く勧めていただいて、で2、3回そういうふうに進めていただいて、じゃあ取ってみようかなというふうに始めたというのが直接的なところですね。そうですか。なんで弁理士を勧められたんですかね。私それ以前に法律関係の資格いくつか取っていて、でその方もそれをご存知で、で何でしょう、その方お仕事は広報なんですが、こう求人関係の仕事を、話を聞くようで、もし自分が私ぐらいの年齢で、自分私ぐらいのこう知識があったらきっと弁理士に挑戦していただろうというふうに、だから絶対目指すといいと思うっていう強く進めていただきました、その時弁理士自体は知ってましたか。知ってました。実は中学生ぐらいにこう、職業調査みたいなのを、中学生、はい、一人一つか二つぐらい、はい、世の中にある仕事を調べてみようって、はい、私それ弁理士を、ああそうですか、奇遇って変ですけど、弁理士って最初なんだろうと思って、そうですよね、あ、そこでじゃあ中学生の時に弁理士というのはあるぞというのは知っていました。あ、じゃあもう遡ったそこまで遡ったらそこまで、なるほど、そこまさかね、その時は自分が弁理士にまさか全然思っていないですそうですよね、調べた時はね、はい、まさかね、将来人生わかんないですね、わかんないものですね、それで一応弁理士を目指そうということになったと。はい、もともとこうホームの仕事で知財関係の契約を見るときに、はい、こういまいち実際その必要な時に必要なことは調べるんですが、その知識がこう虫食い状態といいますか、必要なところをかいつまんでやってるので、こう全体感が分からなくて、こう体系的に勉強したいなっていうのはずっとありましたね。ちょっと特殊ですもんね、やっぱね、そうですね、知的財産法がね、一般のホームの中でもね、はい、じゃあそれでちょっと弁理士を目指してみようということになったということですね。はい、わかりました。じゃあ続いてですね、じゃじゃんと、難関である弁理士は予備校を利用すべきだと思いますが、割とね決めつけてますけどまあいろんなね、確かになかなか独学をやっぱり、確かに時間もかかるかなっていう中で、ちょっとたまたまそのレックを、いくつかあると思うんですけど、選んだ理由っていうのは何だったのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど。そうですね、はい、私が勉強を始めようと思ったのが20年の1月ぐらい、あ、なるほど、で、1月から2月ぐらいにかけて、どこ、さすがに独学だと思っていたので、どこの講座にしようかなっていうのを、選んでいました、で当時もうコロナというものが世の中に認知され始めたくらいでして、そうですね、ちょうど、通学はこの先どうなるかわからないので、通学、通信でいいところがいいなと思っていました、ただでレックも通学のほかに通信の講座も用意しているっていうので、で合格実績がこれだけ違うとやっぱりレックにしようかなと思いました。はい、でレックでじゃあ行こうと思って、で一応スマートですよね、はい、スマート攻略校、 そこを取った理由というのは、当時は1年一発合格に特にこだわってはいなかったんですよね、なのでとりあえず始めてみるにあたって、馬場先生も面白そうだし、変ってことだね なるほど、取ってみようかなと思いました。取っかかりでじゃあちょっと、まず勉強を始めてみるにはこのなんですかね、敷居が低いというか、
まあ、ハードルが低いということで、はい、じゃあまあそのレックで、まあ、特に通信のまあスマートっていうのがちょっとまあやりやすそうだっていうことで、はい、まあ、申し込んでみたっていう、そういう形ですかね。そうですね。あ、なるほど、はい。でそしたら具体的にですね、次のジョンと実際に学習を開始してレックのカリキュラムや、講師教材はどうでしたと、まあね、目の前だとなかなか言いにくいところもあるとは思うんですけど、はい、うん、どんな感じでしたかね、実際、まあ、受講してみて。あの通信で勉強が続くのかっていうのが一番の、うん、まあ、そうですね、やっぱり心配。うん、で、であの馬場先生にあの一番講座の始まって、うん、あのまあ、ガイダンスぐらいの時からツイッターの、あー、はい、そうね、作ってつぶやくといいよって言っていただいて、はい、うん、で最初はまあこう半信半疑でっていうと怒られるかもしれません、はい、まあ、そう、そんな感じですよ皆さんね、うん、始めて、うん、であのサボるとあのつぶやくなくなってだんだん、うん、あの勉強してないっていう自分へのプレッシャーまあまあね、そう、それはありますよねやっぱりね、うん、はい、で結構あのそれこそ通信で一方通行であの、うん、飽きちゃうんじゃないかなっていうのもちょっと懸念としてはあったんですが、うん、あのそんなことはあんまあのほとんど感じませんでしたね、うん、はい、うん、結構やっぱその最初って、まあ、勉強始めるといくらこう講座があるにしても結構試行錯誤だと思うんですよね、はい、うん、最初の頃ってどんな感じでした、入門を受けてる頃とかは。入門の頃は言葉がまず慣れなくって、うん、洗顔の地位って何だろうと思いながら商標として使用するって何だろうって思いながら、であの言葉に慣れないままとりあえずあの講座を見ていき、うん、であの大事な言葉って何回も出てくるじゃないですか。そうですね、うん、でそれで何回も出てくるうちになんか多分こんな意味なんじゃないかなっていうのがだんだん、うん、まあ、つかみ始めていったという感じですね、うん、あんまりじゃあなんか分かんない言葉っても気にしてない感じでも。そうですね、ハテナって書いて、ハテナ丸って書いて、そう、ね、講座の中でもよくもうどれかどんどん進んでくれてるの、うん、もし気にせずに進んでたっていう、はい、そうですね、あの、うん、見ていこうと。あ、なるほどね。で入門講座の時って多分最初にとりあえず落とし込みをしてくださいっていうのよく、ね、あの要するに担当のコレモンっていう枝別の過去問を使って四方対称に書いてみてくださいっていうことを言ってるんですけど、あれやってました？あ、やりました。やりました。どうでした最初の頃は。最初の頃は、うん、そうですね、あの苦しかったですそう、皆さんね、合格者の方そう言うんですけど、うん、結構わからない問題が多いと思うんですよね。あの条文のどこと紐を付いてるのかわからない問題とか、うん、あとあの衣装法の2章とかだとすごいたくさんねあるじゃないですか、うん、もう書くスペースないよと思いながらやっていました、うん、それってどれぐらいまで、いつから始めていつぐらいまでやってました？講座始まってすぐで、うん、受け始めたのが3月ぐらいだと思うんですけど、はい、うん、ゴールデンウィークやって夏には終わってたとは思います。で、うん、コレモンの最新バージョンが、あ、そうですね、ちょっと講座あの今年の問過去問というかのね、試験が終わった後にそうですバージョン、で出てきた時にあの私確か馬場先生にあの新旧改定あの新旧対象表を作ってほしいみたいな無茶ぶりを言ったのはもうその時点で落とし込みが終わっていて、うん、で新しく追加とこになったところだけ、うん、あの追加すればいいのでそれが分かったら楽だなと思って、ね、うんうん、言ったっていうのがありましたね。あ、なるほど、うん、で全部できました入門の間に条文的には、結構そのなんですかね、やっぱ入門って全部の講座でね条文を扱ってるわけではないので、はいはい、うん、そういうところってどうされてました？途中であのいっぱいある条文からやっていこうっていう時と、うん、あの少ない条文からやっていこうっていうのとあの気分によって分けていましたね、うん、うんうん、結構そのなんですかね、講座で例えばあまりやらない雑則とか、あ、うん、はい、早速のねよくわかんない条文、ああいうとこも一応落とし込みはされました？あ、やりました、うん、そのいっぱいある条文に疲れた時に、うん、あの雑則だったら一条について、あの一条について枝がそんなにないからサクサク進んでる気がすると思って、うん、ただ結構意味わからないですよね。そうな、なんでこんなところ聞くんだろうと思って、うん、なるほど。結構例えばね樹形とか、はい、ね、講座で全然やってない、それでも一応あれですか、こう見て照らし合わせてやっていくみたいな。そうですね、まあそういうところだと割とここであの丸バツついてるんだなみたいなのが分かりやすかったりもしたので、うんうん、あの手を動かせば
いいみたいなので、まあそれはそれで息抜きになっていました。もう意味あまりもう考えずに、ああまあこういう規定なんだなと思ってやってました。入門講座の段階と、そうするとまあ落とし込みっていう形で、まあ担当の枝をね見ていってほしいっていうことと、他って何かやられたことあります？最初の頃って。ノート作りを、あ、はい、あのパワーポイントなんですけど、うん、やっていまして、まあ確か夏ぐらいに結構時間かけてやっていたかなと思います。うんうんうん、どんな風に作られてました？入門テキストをベースに、うん、入門テキストに担当のコレポン、うん、あの、うんうん、毎年複数回出てくる論点と、うんうん、あの論文のコレモン の、うん、あの論点をこうくっつけていって、うん、で人あのその特許だと発明とは何ぞやから、うん、あの特許権の成立審判、うん、あの審議取り消し訴訟っていうのを全部あの網羅するような形で、一通り見たらあの知識漏れがないかチェックできるっていうツールとして使っていました、うん、あ そこで自分でこうじゃまとめてる感じの。そうですね、うん、なるほどね、うん、それはずっとですかやっていたの？夏ぐらいにまとめてで、うん、パワーポイントなのであのスマホとかタブレットに入れて電車、うん、あの乗って、あ、なるほどね、での中で見返したり、うん、あと担当も論文も講述も直前の時は、うん、あのその当日 あの朝なんかはそれを見てましたね。あ、なるほど。ちなみに論文の勉強っていつから始められました？論文は、うん、何でしょうね、論文コレモンを回すっていうのは、はい、いつぐらいからやった分いつぐらいですかね。でも入門講座が多分最初にずっとあって、はい、で入門テキストを使ってこう、まあ、いろいろと、まあ、やるじゃないですか、はい、でも終わった後に、まあ、論文の書き方講座とか、はい、多分そこで始めて、まあ、論文コレモン使いましょうみたいな感じになると思うんですけど、そのぐらいからってことですか？あ、そのぐらいからだと思います。あ、なるほど。ちなみに論文コレモンはどんな感じで使われてました？論文コレモンは、うん、ユニ論文のユニットあの解説する講座ですよね、はい、うん、あれに沿ってまずは見て、うん、であの見返し、あの単語帳アプリにあのなるほど、自分でコピペし、あ、なるほど、うん、でこれはあのまずこれあの一言でまず言えるようにっていうふうに、ね、うん、あの教えていただいたので、うん、まあ主要な論点っていうのであの単語帳でとして使って、うん、学習するような形 でしたね、うん、それが大体多分さっきのスケジュールだと夏ぐらいからってことですかね、そうするとだと思います、うん、でそれをチェックと夏が終わった段階では、まあ、落とし込みが一応一通り、まあ、何となく形的に終わって、はい、で論文コレモンの勉強と、はい、その時期になると何されてましたか？秋はですね、私、うん、応用情報を勉強で免除のねありますとか間に入ってそうですね、はい、うん、であんまり秋何やってたか記憶がなく弁理士の方で何やってたか記憶がなくてもう結構あれですか、その冬に飛んじゃう感じで。冬に飛んじゃいますね。冬は何されてたんですか？冬がそうですね、あの年内に 下3方に手を出し始めまして、私、ね、無謀にも。なるほど、うん、手を出し始めたが最後あの毎日やらなければいけないと思って、ね、そうな必死で、うん、あ結構下3方は早かったんです、始めたの。早かったですね、うん、あの配信映像の配信が始まったので、うん、あじゃあもう見ようと思って、うん、見始めてしまって、あなるほど、うん、で後にあ見なく別に配信されたからって言ってすぐ見なくていいんだみたいな、うん、どうでした下散歩って早めに始めて、早めに始めた方が良かったですか、感覚的に。もうちょっと後でも良かったかなっていう。まあその毎日何かしら触れるようにしていたので無駄にはならなかったなと思うんですが、うん、まあ別に後でも良かったかなと思いますまあね、今受かってるから、まあ、そこはタイミングがね悪くはなかったんだと思うんですけど、結構やっぱ人によるのかな、はい、ただ4法の勉強もだからしっかりやられてたってことですもんね。あそうですね、うん、ちなみに4法って一通り終わった後っていうのは、はい、あの過去問を基本的にやっぱ解く。問題集どういう形で担当の勉強されてました？担当が、うん、問題集買ったのは本当にあの遅い方かなとは思います、ね、問題集自体はそんなに解かれてない。はい、
で、コレモンもあんまり使った記憶がなくて、私は何で勉強してたんだろうっていう。もう何ですかね、情報をひたすら理解するという。あの講座、映像講座は2回3回見てましたね、結構。じゃあもうそれで十分な基本的な、あんまじゃ問題は解かない感じの。解かない感じでやってましたね。意外にね、一発で受かられた方って解かない人多いんですよ意外に思ってる以上に解かないっていうか、そうなんですね、やっぱり、しっかり理解されて、結構だから本当1回とか、だから一応まあ1回は解いてみたっていう、1回は解かれてるのかな、でも過去問買って買って買ったとで、3回ぐらいは、あ、以上、そっからじゃすごいペースで回して、そっからすごいペースで回して、解いてみると意外に丸がつかないというか、それっていつぐらいからですか、本当。あれですね、担当ゼミがゴールデンウィークぐらいですか、ね、そうですね、今年、去年、去年はね、はい、コロナの関係で試験日自体がね、夏でしたから、で、担当ゼミが始まった頃は1週、ちょうど1週ぐらいしてたっていう覚えがあります。じゃあ試験2ヶ月前ぐらいですかね、はい、ちょうど、おそらく。じゃあそこでまあ一応一通り終え1週して、そこから2週3週と、はい、その2週目3週目っていうのは分からない問題だけ、その道を全部解くような形の、2週3週、そうですね、確かどうですかね、担当ゼミのスケジュールに沿ってやっていて、で、分からない問題は、4回、3回4回まで進んだ覚えはあります。なるほど。で、一発で解けた問題はおそらく2トータルで2週ぐらいでチェックが終わってたかなと思います。何回も間違え、結構担当ゼミで見た時は割と正確性が高いなという印象はあったのでよく解けてるなという印象はあったんですけど、やっぱでも何回も間違えちゃう問題ってあるじゃないですか。あります、ね。それはどんな形で対策を取ってました。もうこじつけても何でもいいからなるほど、答え正解が出せるようになるほどね。私はなんか納得してないけど、とりあえず私が納得することじゃなくて、答えを出す、答え出すことが大事なので、なるほど、でまあ無事にね担当は合格ということで、はい、まあ、よかったなと、まあ、ほっとされたと思うんですけど、で次論文ですよね、はい、ちなみに論文って年内まではやられてたって感じですかね。そうですね、で年内やいつぐらいまで担当、完全担当の勉強に、ね、なかなか論文の勉強って並行では直前は難しいかなと思うんですけど、はい、4月、多分4月ぐらいから担当1本に切り替えたので、ちょうどまあ、ね、去年は7月が担当だったので、まあ、だいたい3ヶ月ぐらい前っていう形ですかね。そうです。なるほど。で論文は過去問のマッチングと、まあそうですね、答案構成してみてマッチングしてっていうのが 2週ぐらいかな。最新のだったら3週ぐらいしてたかもしれないんですが、自分で書くっていうことは全くせず、ひたすら過去問が、こういう問題文、これを聞くためにこういう、トリガーのあれですね、問題文になってるんだなみたいな、そういうのをやってました。その確認を、まあ、その間違いですかね、担当に切り替えるまではやってたと、はい、で実際、まあ、担当を受かられて、で、まあ、そこから論文と、で、はい、実際書いてなかったんですもんね、それまで書いてなかったです。不安ですよね、はい、まず答案用紙がどんな紙なんだ、そんなもの一体どんなものなんだと、答案というのは、はい、なるほど、そこからまあね一気に合格、まあこうね、なんとかこう無事にできたんですけど、秘訣は何だったと思います。まあ当時は不安だったんですけど、まあそうですよね、余計なアウトプット講座を多分詰め込んでもこなせなかったと思うので、もう過去問に全てを振り切った点かなと思います。過去問ってどれぐらいやられました？過去問は、あれですよね、論文マラソンに入って、地獄の論文直前期のね、だいたいあれだと平日3問土日6問とかですよね。あ、土日9問です。あ、9問でしたっけ、はい、やっといてね失礼しました。そうだ、すごい問そう、鬼のようにね、朝昼晩 3ずつ、そうなんで、やらないと間に合わないっていうので自分を追い込んでいました。あ、そうですか、でもやってみてどうでした、やっぱり一気に、そうですね、頑張りましたね自分我ながら結構やってる時はチキショーと思うでしょなんでこんなにやるんだみたいなね。結構土日の9問が辛くてですね、
私覚えてるのがもうあの移動する用事があったりすると、はい、あの電車の中でトワン構成やらないと間に合わないと思って、はい、そうなんで、あの電車の中でこうトワン構成ノートに書きながらやっていた、うん、うん、どう覚えてます、あの首がちょっと痛くなりましたね。でもやっぱりそうすると本番で割と過去問からあの過去問やってると問題を読んだ時に結構トリガーっていうかそれが分かりやすいかなっていう。あ、そうですね、うん、まあ、ただ論文の合格発表の時が多分一番あの驚いて、あの試験日から遠ざかるあの時間が経つにつれてどんどん落ちてる気が高まってくる、うん、そうですよね、論文は分かんないですからね、感覚が。ちなみに口述の勉強とかもされてました、ずっと。口述は論文終わった直後はモチベーションが高くてやっていたんですが、はい、だんだんあまり手を触れずにやって、うん、まあ多分落ちてるから論文の、うん、来年の論文の勉強でもしようかなと思って、逆に論文の勉強をちょっとしました終わったのに、うん、担当前とかで口述やらなかったですか。口述はあの口述アドバンステキストは、はい、あの隙間時間に見てやってましたね、うんうんうん、結構まあ担当とかにもね、割と条文の確認には、そうですね、うん、いいかなという感じ、はい、まあ結構ね、なかなかやっぱ論文不安ですよね。ですね、はい、未だにどうして受かったのかな、不思議な。そうですか、はい。そしたらじゃあちょっとですね、よいしょ、次の、あまり時間もあれですので、次の質問で、どんどん。モチベーションの維持やスランプの維持、克服の工夫についてお聞かせくださいというところで、これちなみに合成できるんですよ、こうやって後ろに映ってますね。そうそう、こうね、ピッとね、はい、これどんな感じですかね、モチベーション。モチベーションってちなみにそ、まあね、一年下がるときやっぱありますか。ありますね。 ありました。コツコツ勉強するのが苦手で、もともと短期集中型といいますか、はい、なのでこの1年以上にわたってコツコツ勉強するっていうのが、はい、なかなか習慣が、気持ちは変わりますね。そうなんです、ただ先ほどお話ししたツイッターで、うん、はい、勉強をしなきゃっていうのを自分に追い込んでいました。うん、あ、なるほどね、うん、スランプとかありました、なんかこう時期的にきついなとか。そうですね、まあ、うん、下散歩をやってる間は、うん、雲の上を歩いてるような、ちょっと勉強が違いますもんね、四方とね。そうですね、うん、これで下散歩の講座を繰り返し見て、うん、なんか分かるような、なんか何回聞いても分からないみたいな、うんうん、これで点数取れるのかみたいなね、はい、うん、だからまあね、意外に過去問と同じもので出ないんでね、本当に特に下散歩は。そうなんですよね、うん、そうだから過去問を理解したからといってね、点数が取れるわけじゃないんで、そこのやっぱ感覚が結構難しいかなっていう、うん、感じですね、はい、はい、で、どんどん最後ズバリこの合格の2021年のね、合格の決め手になったのはまとめると何だったかと、うん、ぜひね皆さんのアドバイスとして、私はここがやっぱり決め手だったなって、いや、もう自信を持って我ながら運が良かったなというところで、うん、一つはね、大きな病気も怪我もせずに、まあ、うん、そうで、まあコロナの間で割と家での勉強時間は、うん、取れた方かなと思っています、うん、まあ、家だと集中力が続かないっていう別の問題もあったりはするんですが、うん、時間は取れていたので、うん、で、なんでしょうね、あんまり受かる勉強をしようっていうのはずっとありましたね、うん、やっぱそ、まあ、なんですか、こう意識してる、そこは結構強く意識してされてました。はい、うん、その学問ではなくて仕事だと思って、うん、受かるのが仕事だと思ってやっていました、うんうん、まあ、じゃあもう本当に試験に出るところはやる、はい、うん、まあ、出ないところね、まあ、やらないっていうことじゃないんだけど、まあ、要するにそこの強弱をうまくつけていくっていう。そうですね、うん、で、まあ、直前期にはしょうがないので、もう丸暗記とかに切り替えていって、はい、うんうん、時間的にはちなみにどれぐらい取れてたんですか、1週間。1週間に、勉強し始めの頃は20時間週間掲げて、なかなか到達できない。20時間って多いですよね、私気楽に言ってるんですけどね、20時間と結構きついですよね。そうね、10前半とかでしたね、うん、で、まあ、
正確な時期は覚えてないんですが、徐々に20を超せようになって、うんうん、でまあ年末とか年明けとかそれぐらいには30前後です、ねうん、で直前期は35っていうふうに、うん、やっていました。なんでやっぱね焦ると、まあ、時間もなんとか続けられるというか、はい、やっぱ焦らないうちはねやることもないって言ったらしいやることあるんですけど、うんうんまあ、なかなかそこまでねやっぱそれこそモチベーションじゃないですけど、はい、うん、なかなか講座がそうなんです。講座をぶっ続けてみるっていうのもなかなか、うん、そうですよね、集中力が続かなかったり、うんうん、でやっぱどうしてもそうですよね、なかなかやっぱりただね直前になるとやっぱり過去もやらなきゃとかね、はい、過去もやらなきゃってことで、うん、結構。ちなみに担当と論文はどっちが辛かったですか、勉強してて。そう論文ですかね。ああ論文の方が辛かったですか。はい、うん、論文書くのが結構書いてると手が痛くなるっていう物理的な問題がありました、うん、で当時は結構大変だったんじゃないですか。そうですね、用意してた万年筆がインク漏れというか発生して急遽ボールペンに切り替えて当日書いてボールペンの方がちょっと若干疲れますもんね。そうなんですよね。あそうね、どこから？衣装とか特許から。あもう特許からもういきなりそこでもう諦めましたね。あ結構でも逆にそこがあれかもしれないですね、割り切って書けたかもしれない。もしかしたらいい方向にね働結果からするといい方向に働いたのかもしれないですもんね。ません、うん、なるほど、はい。そしたらよいしょ、まあ最後これ切り替えなきゃいいゾンと最後になりますが、今後の目標と弁理試験を受験する方々のメッセージをお願いします。今後の目標ってちなみにせっかくね合格されてどんななんかビジョンが描かれてるとかあります？今の仕事が直接その知財と関係しないので、うん、どういうふうに生かしたらいいかなっていうのを模索してるのが率直なところです。いろいろやってみたいなっていうのはあるんですが、うん、まあやってみたいなっていうのと私の得意分野と、うん、まあニーズといいますか、うんうん、会社の求めることの、うん、まあうまく一致するようなところで何か咲かせないかなと模索してるところです、うん、結構そのなんですかね、やっぱり私なんかもそうなんですけど、逆に弁理士だから持ってるからこそその専門じゃない例えば知財部とか特許事務所じゃないところで力を生かすっていうのは非常に有効かなっていう、はい、あ本当ですか、ありがとうございます、うん、結局ね知財部とか特許事務所っていうのは知ってた当たり前の世界で、はい、だそうじゃないところで結構相撲を取るというか、あだから周りの中のアドバンテージが取れるっていう意味では、はい、非常に逆に有利になるんじゃないかなっていう。ありがとうございます、うんね、これが知財部だといや弁理士持って当たり前でしょっていう、あ、うん、別にこう重宝されないというか逆にこうそうじゃないところでやっぱり、うん、活用していくというか、はい、まあ、それは非常にいいかなと思いますよね。 ありがとうございます、うん、あとして弁理士をね、まあ、受験する、まあ、これからないし、まあ、今年、はい、受けられる方とかにメッセージ、まあ、なかなか難しいと思いますけどメッセージと言われてもまあどういうことかな、うん、まあ、メッセージ何かあります？そうですね、私ももちろん資格合格できたっていうのは大きいんですが、うんうん、やっぱり、まあ、仕事だと思って勉強してたっていうのがありつつも、うん、本当に一通り勉強できたなっていう、うん、のがあって、今までこう虫食いだったところに、うん、自分の中でなんとなく体こうあってっていうようなストーリーが出来上がっていくっていうのが、うん、とてもやっぱり勉強してる間は辛いんですが、うん、そうすると知識がいっぱい出てきてくると、うん、見える世界が変わってくるっていうふうには強く思いますので、うん、まあ、自分の世界を広げたり可能性を広げたりする上でも、うん、まあ、様々資格ある中弁理士はとても魅力的だなと思っています、うんうん、はい、ちなみに勉強やって振り返ってみると楽しかったですか？結構楽しかったような気がしますねあ、それは何かあります？楽しかったり、なんかこれが楽しかったなって。そうですね、仕事とは切り替えるようにしていたので、うん、そういう意味で結構メリハリがついて、うん、もうその勉強してる間は仕事のことは考えないっていうので、うん、やっていて、で
で今日は仕事が終わったから、うん、あの勉強に切り替えようと思ってやって、うん、そうですね、あの、で、まあ、最初分からなかった洗顔の地位とか、はい、いろんな言葉がだんだん分かるようになってきて、うん、で、あの世の中のニュースも、あの、あ、なんか、なんか、うん、こういうのがあの論点になってるんだなっていうの、うん、なんでしょうね、こう具体的な話じゃなくて、うんうん、恐縮なんですが、うん、まあ、知識欲はあれですよね、こう、あ、こういうことなんだって分かっていくような、はい、うん、まあ、実際やっぱり、ね、なかなか一人だとね、やっぱ今まで勉強してなかったことに比べればね、やっぱそういうのを知ったことによってね、はい、うん、よかったのかなと思いますよね。まあちょっとね、講座はへんてこな例とかが多かったのでねラーメンとかですか、ラーメンとかね、今年はでもね変えたんですよ、あ、ハンバーグに変えたんですよ、あ、そうですかそう、だったかな、店舗なんかね、ちょっとね、たまにはラーメンから変えようとね、いろいろちょっとそこチェンジして、はい、人当てやってる感じで、はい、と、はい、いうところでね、今日本当にわざわざお越しいただいてありがとう、そして、ね、合格おめでとうございます、ありがとうございます、はい、もうこれからもね、ぜひ頑張って、ね、はい、あの実務の方は今度は勉強してください、はい、はい、というところで、じゃあ今回は、合格者対談ということでね、終わりにしたいと思います。どうも皆さん、ご清聴ありがとうございました。さよなら